どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ祝日なんですけども、ずっとですね、今日も仕事をして今終わりました。はい、お疲れ様です。いやー、いいですね。この僕丸の内大好きなんですよ。休日の夜の丸の内がもう僕が大好きです。人は少ないですし、なんかこう開放的ですし、めちゃくちゃ好きです。でまあ仕事が終わって今こうやって歩いてるんですけども、今日もですね、ちょっとミニマリストに関するぶっちゃけどうなのよっていうですね、まあミニマリストに関する生態をつらつらと喋っていきます。で今回いただいた質問はですね、ミニマリストは断捨離をするときに捨てるかそれとも売るかっていう質問ですね、をコメントでいただきました。ありがとうございます。僕の場合はどうかっていうとですね、まあ、売るものと捨てるものを分けてます。売れるものは売りますし、捨てるものは捨てます。じゃあ何が売れるかっていうとですね、家電製品系が売れます。単純に僕が思ってることなので、例えば洋服だったりとかはメルカリとかフリルでも売れるとは思うんですけども、僕がその何か処分品ですとか何かこう不要品を売るってなった時にはヤフオクをメインで使っていますので、ヤフオクで、まあ、スマホでちゃちゃっと撮って売るようにしてます。本当はこう洋服だったりとか、そういうなんか机だったりとか、あとは食器だったりっていうのも他にこうリサイクルできたりリユースできれば、まあそれに越したことはないなっていうか、まあそれできたらいいんですけど、まあ、やっぱり洋服だったりとか食器だったりスプーンだったりっていう、まあその肌に触れるものっていうか、そういうものは出品した経験はあるんですけども、だいたい1円だったり10円だったりっていうものしかならないので、例えば10円で売れましたと、10円で売れました、それを発送するための伝票を用意しなきゃいけなかったり、梱包材を用意しなきゃいけなかったり、あとはその伝票を書く時間、郵便局に持っていく時間っていうのが、まあトータルで使う時間、エネルギー、お金的なコストを考えた時に、まあそれちょっと無駄かなって思ったので、まあ捨てる、まあ本当に苦しいですよ。初めは苦しいですけど、捨てるようにしてます。まあ、もったいないなとか、その捨てた時の、環境破壊的な、ものもやっぱ辛いんですけど、それ以降ですね、ほとんどやっぱ本当に大切なものしか買わなかったりとか、一度買ったら長く使ったりするんで、断捨離に伴う精神的な痛みだったり、苦痛っていうのは、本当に初めだけです。はい。それが終われば、その、もったいないなとか、そういった、気持ちはなくなると思います。僕も前回その実際に断捨離するところを見せますっていう動画アップしましたけども、それから2週間経ってですね、断捨離してません。はい。なのでそれ以来ですね、物を捨ててないです僕は。まあ本当生活ゴミ以外、生活ゴミは別ですけど、でじゃあ僕の周りの人たちはどうかっていうことなんですけど、周りの人たちはですね、ほとんど捨ててます。売らずに捨ててます。でなぜかっていうと、まあ、理由は2つあるんですけど、1つがですね、まあ、売り方を知らないって感じです。ヤフオクだったりメルカリだったりフリルっていうそのものを使ってもう売ったことがない、不良品を処分したことがないので、捨てた方が断捨離するのには早いっていうので、捨てます。めっちゃめっちゃキスしてますね。いいなぁ。はい、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。で、あともう一つの理由は、売れるまでのタイムラグがあるんで、そのタイムラグを使って、ためらっちゃうんですよね。で、実際にですね、僕のミニマリストやってる知人がいるんですけど、その人がですね、実際に彼女からもらった時計だったりとか、財布をヤフオクに出品しました。で、それまあいいですよね。普通にお金になるんで、出品してるよりも出品した方が、まあ得っちゃ得だと思います。でも、出品してる時に、ためらってですね、出品を取り消して、今でもその時計を身につけてですね、彼女のことを思い出しちゃってる、ちょっと残念なメンズもいることは事実です。はい。まあ、でもですね、基本的に断捨離は捨てることだと僕は思ってるんで、しかもその、断捨離するときって物が何百点とかってあるわけですよ。はい。なので、それをいちいち売ろうと思うと、やっぱりそれだけの労力っていうのは無駄だと思うので、僕はやっぱ捨てちゃって、初めは捨てちゃった方がいいと思います。で、物に執着がなくて、物を単純に道具の一つとして見れるようになった時に、初めてそれが必要ないってなった時に、売ればいいと思います。はい、いかがだったでしょうか？またまた答えになってたでしょうか？僕も皇居の周りの散歩するのめっちゃ好きなんですよ。散歩めっちゃ大好きなんで、まあリラックスしながら、
僕が思ってることをダラダラと喋っていきましたけども、もしこの動画がですね1ミリでも参考になりましたというのでしたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると大変嬉しく思います。はい、今日はちょっとブログっぽく撮れたんじゃないでしょうか。嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あ、ちなみに雑音は申し訳ないです、本当に。